どうもエルザレットです。それではデスストランニングやっていきましょう。今回は戦場からのスタート。ということで、今ね、手持ちに特に何も持ってないんで、ちょっとね、それを拾いながら行こうかと思います。さあさあ、戦場を抜けて、できるだけね、行って。アイテムを手に入れつつ、戦車か。おほー、マジか。いやー、びっくりしたけど、ここもだよな、武器がねえんだよな今回。入れない。ただここにあるってことは回復しろってことか。スモーク血液か。そこを降りるしかないか。入り口来た。じゃあ降りるか。昨日ライトに切り替えましょう。へえ、なるほどね、そういう機能あったんだね。反対側か。待てろ、もうすぐだ。一応変えておくか。で、コンパスモード。こういうことね。FPS じゃねえか。ただまだアイテムとかね、マジで。7メートルか。マジで近くいいんじゃん。
あれ取れない。違う違う、こっちじゃなくてこっちか。さあ、サム、こっちだ。サム、ルー、機能は回復しているはずだ。貸してみろ。うわ、そうかそうか。貸してみろって言った割には超楽しんでんじゃん。戦死者たちの無念が宿る特殊なビーチなのかもな。長居は無用だ。見直したよ。BB を離さなかったな。まあ大事な装備だからな。どうだ、記憶の方は。そうか。あ、でも居場所がバレたね。ここにいろ。あの男との記憶は残ってるらしい。奴を倒す。そうすれば出られるはずだ。ああ、そうだサム。あんたがそいつを大切にする気持ちが分かった気がする。ああ、こいつは装備だ。生きることも死ぬことも許されない。でも俺たちはこいつと確かに繋がってるんだ。装備じゃない、こいつはルーだ。ルーね、いい名前だな。さあ、デッドマンはこの後どうなるんだろうね。さあ、階段を上がっていく感じかな。さあ、デッドマンと合流は完了。こっからだね。いや、明らかに戦闘っぽい場所来たな。金の音。あー、やっぱいたね。さあ、やってやるか。そうそう、肝心なのはね、これをね、
マジか。意外と。そして金ねで一回こちらもくらむと、いやーせっかくレベル3持ってたからっていう気はしたけどな。ショットガンレベル2は持って、あちら側にいるのは間違いない。アサルトライフルをゲットして、え、マジで？てめえ今何注文を。結構連射はできるのね。こうなってくると、また金のね、あと何回だ？他の方っぽいな。
上っぽいな。ショットガンを切り替えて、違う、こっちもだね。いやー、いい感じでグレネード刺さったね。さあ、ちょっと今のうちに生やして、さあ毎回こう生やすのが入るね。まあ仕方ない、さすがにグレネード食らうとな。反対側っぽいな。意外と当たってない。撃ってきたぞ。ほら。意外とガンガン投げれるのは好きだな。よしよしよし。
グレネードがだいぶ強かった。グレネードあの勢いで投げれるってなかなかよね。セキュリティが壊された。焼き切るしかない。道具を持ってこい。さあ無事クリア。デッドマンはどうなったんだろうかね。あとはなんか記憶が戻った感じだね。さあトロフィーも BB を獲得と。いやー結構大変だったね。はどうだ。お、デッドマン。なんとまあ、こいつに懐かれちまった。倒れていたあんたらをここに運び込んでもらった。あんたの言った通り、俺たちは無事戦場からこの世界に戻ってこられた。あんたの荷物や装備はすべてプライベートボックスに入れた。あんたは丸一日死んだように寝たままだったよ。俺はすでにキャピタルノットにいる。フラジャイルのビーチ経由でだが。サム、あんたに謝りたい。ルーは生まれてくるはずだったあんたの赤ん坊の名前だったんだよな。やっと話がつながったよ。俺に子供はいない。ある資料を見つけた10年も前のだ。ある
女性が町の中で急死した。死ぬにはまだ早すぎる。死体の発見が遅れてボイドアウトが起きた。彼女の夫はブリッジズのメンバーでドゥームスだった。駆けつけたが彼は間に合わなかった。街が消えた時クレーターで生き残っていたのは彼一人だけだった。つまり機関車だったのさ。ボイドアウトの原因は何か、実は彼が死体を隠したのか。その男は唯一の生存者だ。世間は彼のことを責めた、容疑者として。矛先はやがてブリッジズにまでも向けられた。彼は責任を感じてブリッジズを出て行った。男の亡くなった妻の名前はルーシー。お腹には赤ちゃんがいた。二人は生まれる前の子供をルーと。嘘だ。そうか、ブリジットにも教えてもらったんだ。いつもあんたのことを言っていたよ。私たちとのつながりを断つ必要はなかった。もういい、やめてくれ。落ち着いてサム、そこに座って。俺の体の 70% は死者の臓器でできている。理由を知っているか。俺に関する噂は全て俺が撒いたカバーストーリーだ。俺はフランケンシュタインの怪物なんだ。人為的に多能性幹細胞から作られた。ところが再生しなかった不完全な臓器は死者からの移植で補うしかなかったんだ。誕生という瞬間がない。俺はただの肉人形、カーのないデッドマン。地球から生まれたものにはビーチがある。あんたにもビービーにも俺にはそんなつながりはない。母親とも、あの世とも、ビーチとも。だからこそ俺はビーチに憧れたんだ。それでブリッジズに入った。しかしあの戦場、あのビーチは地獄そのもの。ただあそこであんたを待っていた時、俺は不思議と怖くはなかった。あんな気持ちは初めてだった。誰かとつながっているなんてな。私たちとのつながりを断つ必要はなかった。ブリジットの言葉は正しい。つながりを断ったつもりはない。最初からつながっていなかっただけだ。そんな、俺でもつながれたのに。ああ、それはあんたが握りしめていた古いアメリカ軍のドッグタグだよ。そいつを引き剥がすのに苦労した。クリフォード・アンガー、 ID も入ってる。昔のデータベースで調べたら記録と一致した。アメリカ陸軍特殊部隊に所属。コソボ、イラク、アフガニスタンで作戦に参加。この男だ。うん、まだそれくらいしか分かっていない。さて、戦場での回路路線がひどいはずだ。シャワーでも浴びたらどうだ。あ、一緒に入る必要はなくなった。ダイハードマンの件はもう心配いらない。俺たちの会話は記録されないように細工した。最後ね、シャワー、まあそんな感じはしたけど大丈夫みたいですね。いやー、ボス戦大変だった。まあまあ、こっからね、また話が続いていく感じだね。いやー、ここら辺でいろいろと謎が解けてきだせるんだけど、まだまだ先っすね。ということで、今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の世界で会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。
また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。